オーラノサウルスは中世代白亜紀前期のアフリカ大陸北部、現在のニジェールに生息していたイグアノドン科の恐竜。俗名の意味は、勇敢なトカゲ、またはギリシャ神話の神ウーラノスにちなんで、天のトカゲともされている。全長約7.2メートル。くちばし状の口や親指は、イグアノドンとほぼ同じだが、眼下の間に一体の骨質のコブがあり、また、 脊椎の神経トゲが伸長している。この突起は肩近辺で長く、背面を下るにつれ短くなる。その用途は、威嚇や静的ディスプレイのほか、生息地の高温から考えて、トゲ突起の間には、皮膜の方が貼られ、体温調節のラジエーターとして機能した可能性もある。同地のやはり背に方を持つスピノサウルスや、レッパキサウルスともども、 所属グループの一員が環境に応じた進化を遂げたとすれば恐竜の適応力のほどの少佐と言える。これとは別にバイソン族等のように筋肉の隆起だったという説やラクダたちのように脂肪からなる厚みのあるコブがあったとする説もある。9500万年前9300万年前の北アフリカを舞台とした話に登場した。2種類の大型重脚類カルカロドントサウルスと スピノサウルスの餌食となる場面が何度か見られる。複数のシーンでは脇役としても登場している。白秋前期の北、アフリカを舞台とした作品の冒頭にて、砂漠を渡り歩くラクダのような生態の植物食恐竜として登場した。なお渡りの途中で溺死した個体は、主人公のスコミムスたちが、雨季の間の食料源としている。ありがとうございます。